宮城長太郎ってね。ほう、宿長ってもしかするとこれのことか。そうです、それでございます。宮城九太郎。できっこねえこと知ってるくせに、引き逃げで2年の刑くらい自分で務めてやるさ。落ち着け、俺はずっとお前のこと。しらしらしいぞ、今さら父親ごっこはお呼びじゃねえ。私がぐるぐる動き回ればそこら辺でいろんな。面会中はたとえ死ぬ。この指見えますか。長太郎さん、あなたのスタープラチナだ。分かってる、スタープラチナザ・ワールド。おすすめ今だ。いや、マルクはただの若者だった。普通の人々と同じに家族を愛し、恋人を愛し、国を愛し、仕事に一生懸命、ただの青年だった。ただの若者だった。少将、お前は引っ込んだろ。俺が肩をつける。肩をつけなきゃ気が済まない。お前はそのスタンドだ。これからその弾丸を防御するのだろうが、時は最大で5秒。 Hey yo, what the fuck? What the hell just... よーし、長太郎、しょ。I met you in the summer. こいつジュースまで、いつの間に貴様舐めやがって。いいだろう、勝負だ。私のカードは。待ちな、俺のレイズの権利がまだ済んでないぜ。よ、アンジェロ。え、あれ、ねえ、こんな岩あったっけ。ああ、最初はこんな風じゃなかったけどな。最初、うん、まあいいか。よ、アンジェロ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 。取るな、行く、行け、危ない。スタープラチナ、ザ・ワールド。やれやれだぜ。ディオ、半径20メートル、エメラルドスプラッシュを。間抜けな、知るがいい。ザ・ワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということを。出してみろ、ディオ、スタンドを。ザ・ワールド。
千代花春乃か。君が。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。聞き慣れない声だな。誰だ、そういうあんた。シルバーチャリオット。死にゆくお前には教えてやろう。矢を発掘した男の能力が想像をはるかに邪悪に超えていることだった。キングクリムゾンを見た者はすでにそのやれや、ホルナレフ。お前はどこへも。たった一つのシンプルな答え。特に真実に到達することは決して怒らせた。逃げろ。運命に勝利してきた。だがその時こそ魂の力が最大限となるのだ。火は熟した。ジョースターどもの魂を、聖なる遺体を私のものとさせてもらうぞ。くだらねえぜディオ。遅れた。